せーの、どうも、おいしいです。りおちゃん、何ですか？ YouTube の仕様が変わります。あ、久々に YouTube コンソメスープの仕事ですか？ YouTube コントリビューターね。あ、そうだった、そうだった。わざと言ってるよね。YouTube の動画再生中に広告が出ることあるじゃないですか。くっそめんどくせえやつでしょ。やめて。あれでマネーをもらっているんです。嘘です。神です。マネー、ゴッドマネーで、その動画再生中の中間に出せる広告をミッドロール広告って言うんだけど、その広告はね、これまで動画時間が10分を超える動画にしかつけることができなかったわけなんですね。ああ、そうだったんですね。YouTube のトレンドとして長い動画が流行ってることもあったんだけど、長い動画はね、広告が入れやすいから10分超えるように調整する YouTuber もいるくらい、10分ラインっていうのがね、あったわけなんですが、その10分ラインがなんと変わるんです。7月末から。え、何分になっちゃうんですか？それは、8分。地味でかいんだよ、この変化は。収益が上がるんだから。あ、上がるんですか？そうだ。対象となる全ての動画で自動で有効になるので、ミッドロール広告をつけたくない場合は7月の27日まで手動でね、設定が必要とのことなので、自動広告が主流になっていくかもしれないんですね。あ、そうなんですね。ちょっと待ってください。でも、視聴者さんが広告を見ることが多くなるってことですよね。まあそれをね、感じることもあるかもだけど、なんかね、広告を入れる AI もね、改善されて、視聴者と動画投稿者、そして広告主がウィンウィンウィンにね、なれるようにね、自動で広告を打ってくれるんだって。本当かよ。やめて。なんかで、今日調査したいのが、オメシスの8分から10分の動画が全部で何本あるのかっていうのを調べたいんですよ。新しく中間の広告が入る動画が何本あるかってことですね。そう。収益が上がる動画がね、何本あるのかを調査したいんだ。出るよね。ちなみにね、オメシスの動画、現在446本公開されてるんだけど、そのうちね、何本が対象になるのか予想したいんですよ。あ、いいよいいよ。より近い数字を当てられた方が勝ちだ。バトルってことだよね。じゃあ、せーので予想言うよ。あ、ちょっと待って待って待って、考えるから。あんたも考えて。はい、ちょっと待って。みんなも予想してくれ。予想してきましたか？やだ、ちできました。それでは、せーので言いましょう。いいよ。せーの、77本。96本。96本。あんたは？私は77本。77？ラッキーセブンだから。27じゃん。何それ？マジかよ。何それ？なんで77？だいたいさ、4、5本に1本ぐらいがそれくらいかなっていう。あ、わかるわかる。そうです。それでは調査していきましょう。いきましょう。オメシスの動画。レイちゃんが数えていくので、リオちゃん正の字で書いていってくださいね。あいちゃん。ついでに10分以上の動画も掲載していきましょう。オッケー。それでは、いきます。はいよ。10分。終了。ガンガン。いやー、なんかね、やっぱ10分以上の動画が多かったって感じでしたね。リオもね、手が超痛かったわ。頑張って書いたから。私も喋りすぎて顎が痛い。だよねー。それではね、結果はこちら。10分が多いですね、10分以上が。確かに S エナジー少な。汚せエナジー誰だよ、カズだよな。それでは数えてみましょう。では8分から10分のを数えます。まずはい5、10、15、20、25、30、35、40、40、50、55、60、65、70、71。あえあと77だった。いやいや、ピタリ賞じゃないんだ。え、71しかないんだ。やばやば。そうだよね、やっぱ想像通りっていうか。たばけが。たばけ。じゃあ次ね。10からのやつね。いきます。5、10、15、20、25、30、35、40、45、56、56、57、58、59、60、61、2、3、150、151、2、3、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、2、3、153。多くね153。めっちゃ多い。めっちゃ多いやん。え、でも10分以上のやつが多いってことだわ。10分以上の多いね。やば。ということでね、逆算してきたんですけど、8分未満の動画が222本でしたね。うわー。今まではね、10分以上のミドルコーク入ったの153件だったんですけど、これからはね、それに71件追加されて、だいたい220本ぐらいね、ミトロールコークが入るようになるみたいですね。すごっ。オメシスはね、オメシスの動画の後とかに手動で広告をね、いつも置いてるんですけど、8分から10分未満の動画は、ちょっと71件もあるとね、手動で設定はきついので、とりあえずね、自動広告に頼っていく形になると思います。なると思います。YouTube では、機械学習を使用して、動画内の最も自然なミトロール挿入点を自動的に探します。ユーザー調査によると、自動で挿入されたミッドロール広告では、手動で挿入されたものと比べて、視聴を妨げることが少ないとの回答が2倍もありました。ってね、書いてあるからね、いい感じに広告を配置してくれるはずなんだ。ほんまか？お願い！ YouTube！ お願い！俺は、YouTube を信じてるマネー。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。またね。